こんにちは、US パンダのお時間です、はい、今日誕生日の方、おめでとうございます、はい、ね、ちょっとね、声の調子がね、喉の調子が悪くて、はい、ちょっとね、昨日生放送予定してたんですけど、はい、ちょっとあの中止させていただいて、期待されてた方、申し訳ないです、はい、今日はね、お久しぶりの動画ということで、ちょっとダンジョンをちょっとやっていきたかったんですけど、特にね、芝居丸のね、ボックスで、どこ行こうかって考えた時になかったんで、はい、今日はね、その、運がいいことにですね、はい、こちらですね、はい、ごめんなさい。物落ちました、はい。ランダンの報酬来てましたね、はい。それと、ログインスタンプ、歴史への杯と真相の雫ガチャ、これですね、10日目、ラストチャンスですね、黒飛び。これでまさかイデアルが出たらこちらの勝ち、これでクリアしてまた5個もらって10個引けるんで、まだ期間あるからその間にね、魔法石配布されるかもしれないんですけど、はい、それでも、はい、引いていきたいんでよろしくお願いします。はい、そうだね、はい、もうこれでね、はい、お酒は飲めなくてもいい、いや普通にあんまり飲みません。一杯で十分です。でもバーテンダー黒飛びはどうしても欲しいということで、お願いします。はい、もうどう使っていいか分からんのよこれ、ほんま。もうちょっと待って、交換できるかな、ちょっと見てみますね、見てみますね、はい、もうこんな感じなんですよね、はい、ちょっと考えます、はい、はい、もうね、一体残しの覚悟で、はい、バレンタインイデアル、ちょっと合ってるよね、これ、バレンタインイデアル、バーテンダーイデアル、バレンタインイデアル、じゃあ、まだ、あ、バレンタインじゃ、バレンタインまで、今、5月14日から、7ヶ月、ちょ8ヶ月後のイベントや、はい、それでは、こちら、バーテンダーイデアルを交換して、はい、いらっしゃいませ。アプデでね、強くなるらしいですね。はい。ちょっとね、育成してね、はい、ちょっとサクッとクリアしていきます。魔法石5個いただけるように。はい。はい、こんな感じでね、もう行きたいと思います。はい、それでは、レッツゴー！レッツゴーって言ってたっけ？最高や。はい。まぁ、ちょっとここ、カットで。はい。カモンを込めて。ちょっと待って。カットで言おうと思った、知らん間に回復エルジーだったんだけど。さあ、頑張っていきましょう。危なかった、今。回復、そこで。ゆっくりしましょう。オッケー、ナイス、6箇所。8分ねー。さあ、バッカニアさんやったっけ、バッカスさんでした、はい、撃破したということで、はい、お疲れ様です。さあ、それじゃあね、一周受け取っていきましょうか。クリア魔法石、バーテンダーアイデアル進化を含むをリーダーにしての条件付きクリア報酬です。ありがとうございます。はい、それじゃあね、ユーザー情報購入でき無料配布11個です。1っていうのはね、僕の中でね、ラッキーナンバーなんですよ。はい、それではこれで出しましょう、黒飛び、バーテンダー黒飛びをお願いします。はいはい、ログインスタンプから来とったやん。はい、そうだよね、今回はね、この辺でお開きにしたいと思います。見てくださった皆さん、ありがとうございました。はい、バーテンダーガチャってのは 何日あるんかな、あと
あと8日、あと1週間あるということで、あの断捨離意味あったかと言われればちょっと怖い気もするんですけど、まあ、あれでしょ、テンスラって言われるコラボ来るんでしょ、はい、いつか忘れましたけど、はい、くっそマジかー。もうじゃあ結果見ます、結果見ます。ああもう移動させてもらった。はい、結果ね、あのウイスキール2体でございました。はい、それでは今回のお相手は私とウイスキール2体でございました。はい、皆さんのお酒ガチャどうお過ごしでしょうか。よろしければお気軽にコメントや、評価もよろしくお願いいたします。皆さんの好きなお酒もよろしければコメントで教えていただけると、僕はいっぱいで酔いつぶりますが、たまにたしなもうと思います。はい、それではね、はい、バイバイ。